月が綺麗です。不思議です。この星に来てから月がこんなに綺麗だなんて気づきませんでした。みんなは気づいていたのかな。喋るな。バイオフォームが効いてるとはいえ傷が塞がっているわけじゃない。軍曹、軍曹はなぜ自分のコールネームをゴーストにしたんですか。喋るな。救援部隊の到着にはまだ時間がかかる。すごい不思議。こんなことにならないと軍曹は私に優しくしてくれなかった。お願いします、最後に聞かせてください。軍曹にとって私はどういう存在だったんですか。部下だ。将来に期待をかけた一番の。やっぱりあなたはゴーストなのね。何？人の気持ちさえもわからない、冷徹で残酷な兵士の中の兵士。でもだからこそ私たちはあなたを信頼してきた。もう喋るなと。今はそれでも構いません。でもいつか私たちを思い出してくれたら、なってください。私たちのために。私たちのために。